プランクメンバー紹介ジェット新編。ありがとうございます。新さん、ジェット新編に、だからジェット新さんの、紹介をメンバー3人からしていきたいというふうに思うんですけども、はい、ジェット新さんはどんな人間ですか。まあまあけど誰もが思うのは優しいですよね。まあ、最初はね。最初はね。悩んだよ。とにかく優しいですよ。気に使いです。懐が深いというかね。何をやっても別に穏やかに。てくれるし、うん、あれ皆さん飽きましたか？新さん、迷信じゃない？違う。分からへん、もっとあるでしょ。ポカポカなんかあります？基本二人きりって恥ずかしいじゃないですか。その話すときとか、電車の中とか、新さん全然大丈夫。あ、分かるわ。もう分かるわ。それは分かるかね。安心できるっていうか、ちょっと沈黙あっても耐えれるよ。そうなんです。すごいな。雰囲気なんかやっぱ柔らかい。いいんですかね。才能っすね。いやほんまに人柄がいいんやろ、絶対ですね。あと単純にやっぱり男前ですよ。あ、かっこいいっすよ。あんまり最近言われないんですけど、いや、かっこいいっすよ。シンさんすごい男前ですよ。イケメンっすよ。ちょっとほんまにもう次やったら引っ張られて次やったら勝負引っ張りますから、重くやりますからね。パーン、黙れ黙れるわ。人柄がいいから許した方が絶対許してくれる。首からないじゃん、首から首から。あいつずっと喋ってる、ずっと喋ってる。バズ例えばコントをね、僕らやってるじゃないですか。そのコントの面とかでのシンさんの立ち位置であったり、なんかこういうところがすごいなみたいなのありますか？ないですか？ただ人がいいだけ。頑張るよ。ボケの方ですよね。ボケの方。そうなんですよ。まあうちで言うとやっぱ一番、攻撃力のあるというかね、突破力のあるボケはシンさんですからね。もう奇想天外。いや本当に。シンさんの動画見るたびに笑いますもん。いや、そうやねんな。俺らが飽きてないから、シンさんに一生。カメオその、似合う。あれ今だけかな。あれ面白いな。なんか、一瞬。一瞬じゃん。まごやろ。匂いか。書いてないっちゅうね。書いてないわ。カメの匂いな、あれあれ、あれめっちゃ好きなんですよ。面白いあれ、面白いね。そこが見えへんというか、なんかもう掘っても掘っても、もう新しい源流がもうすごい。俺はねひたすら人にプッチョをあげる動画。おい食べ、これ食べ。あれとかね、面白いね。逆にご新さんにこう直してほしいところとか。まあ一応言うたらね、あの年長組ですから、我々ね、はい、ちょっとまあまあ言いにくいところもあれですね。ヘラヘラする癖あるじゃないですか。シンさんヘラヘラ、シンさんはヘラヘラしがちないしがちじゃないですか。ヘラヘラしがち。シンさん見ても僕らもヘラヘラしちゃうんですけど、ミッチがずっとツボやね。シンさんとかずっと笑ってます。ずっとね、面白いですよね。その中間もずっと顔作ってる。おかしいよ。何やろな。食べ物はもう最後まで残さず食べましょう。絶対ちょっと残す。そうやね、食べれる量を注文してほしいからね。ほんまに。そうやね、絶対食われへんのに、なんか生きるよからいくんだ。生きるよ、生きるよ。絶対セット食べるよ。ちょっと気づいた。最低パンとか持って帰りますもんね。そうそうそう、持って帰れろ。朝食べるわ。そうそう、僕けどちょっと裏の顔があるんじゃないかっていう説が結構あります。実は裏すごい、まあ、表向きはね、今言うと優しい、誰にも絶対見せへん、こうブラックな、ブラックジェットがいるんじゃないかっていう。ブラックジェット、ブラックジェットいそう、ね、ブラックジェット、そうね、ブラックジェット会話見た瞬間とか、ああいます。たまになんか、なんやろうな、結構ね、でもね、イラチなんですよ、シンさんって。まあ、僕らには絶対しないですよ。で、一人で自分に対してクソがみたいな感じで怒ってる時は、そうあります、あります。そう、だから、多分あの女性とかには優しくないんだもん。あが誰も入らなかったですけど。なるほど、わかりました。そんなことはないから、どうなる聞きたいですね、そこ。まあそうですね。終了。はい。
なんなんだよ。じゃあエンディングの方にじゃあ。ご審査もなんです。じゃあ壁はあれよ。壁いや、あれ悪いから。壁、あれだけは言いたい。壁、あれ、あそこだけなんですね、言いたいの。壁に匂いを嗅いでるわけじゃないのよ。あれ、この、あんのよね。壁に顔を近づけてる写真が。ダンスのね、そう練習のさ、ここがいい匂いする。ここまだ匂い残ってる。毎回かわいそうにやらされてる、僕は。こう。それだけのことなんで、別に壁に愛着があるわけじゃないんで、それだけは、それだけは言いたい。それだけは。なんかありました。まあ、多分シンさんが多分一番ポンポン出たかなと思うんですけど。ガンマ止められてるからなかったそんなことないですよね、優しいとか、男前とか。で裏の顔はそんなに、なんか裏に見えて、あ、結局、表なんや、みたいな感じは。取れますかって悪そうに見えるけど、あ、もしかして悪いとこあるんじゃないと思って、ちょっと怖い、ひっくり返して、あ、何人やんみたいな、あ、裏があるように見えるけど、そうそう、そんなない、実はそのままなんだよみたいな、うん、だから全然あの大丈夫、全部ジェットなんだと。ジェットなんだ、ジェットなんだ、リアルが、まあ、大丈夫だよって、怖くないよ、怖くないよ、怖くないね、怖くないね、やっぱりショールームやってるから語りかけるの上手いね、恥ずかしい、上手い、いるからね、いるからね、痛かったね、みんなね、怖がらないね、怖がらないね、諦めないね、スマホ落としたら痛かったねって、あれが一番怖い。まあでも大丈夫なんで、その辺は大丈夫なんで、はい、別にブラックな人でもないし、別に壁もあれやし、お行儀よく、壁もあれやし、お行儀よくご飯も食べ始めてますんで、始めてるんですか、最近だってね、はい、なんで、はい、よかったら、どうしますか、はい、というわけで、はい、ジェットシーンのプラグメンバー紹介でございました、ありがとうございました、ありがとうございました、はい。